K-1 クラッシュファイト105第4試合です。スーパーライト級65キロリミット、まずは右青コーナー松本篤人、山際和樹を待ちます。お互い一礼をしました。石川さん、この松本という選手は面白い選手ですよね。いや、面白いですよ。僕今日会場入りする前、松本選手を捕まえることができて、ちょっと話をしたんですけど、本当にね、練習する時間がないぐらい忙しいんですね、はい、厚生労働省でのお仕事をされているので。だから、まあ、本当に追い込む時間とかもそういうのもほとんどないぐらいにもう忙しい、うん、練習時間も限られてはいるんだけど、でもね、そういう状況でこのクラッシュ、 K1 クラッシュで結果が出せるって、どれだけ、ね、やっぱね、いろんな意味での情報処理能力だったりとかね、練習方法もそうですね、はい、対戦相手のデータ分析もそうですね、そういう能力が欠けてるんですよね。そのお尻、トランクスのお尻に働き方改革と書いてあります松本篤人、厚生労働省の現役国家公務員、これがプロ10戦目、今日の対戦相手はプロ45戦目の山際です。経験値は圧倒的な差があります。海星選手、お兄さんの健生選手が松本とは対戦してて、はい、まあ、ちょっとこれ2年半以上前なので、ちょっと前の話になるんですが、その時は引き分けだったんですね、はい、松本選手、激しいタイプではないんですけど、なんていうんですかね、地味に強いというか、基礎がしっかりしているっていう感じがして、なかなか倒すのは難しい選手だなと思います、本当に倒れないというこの松本、前へのプレッシャーもある。石川さん、ただ山際のこの蹴りっていうのは本当に厄介ですよね。そうですね、はい、本当にいつも言うんですけどね、山際選手は蹴り、ミドルキックだけでもいろんなパターン、バリエーションがあるので、角度、距離、当て方いっぱいあるので、今のミドルです。今の一発目も二発目も角度違いますからね、はいはい、当て方違うので、そのあたりを松本がどれだけ分析してきているか。前回はウェルター級での登場だった山際、前回よりも一つ階級を下げてさらに体をシェイプされています。この山際選手が好きに蹴れないっていうのが、この松本選手のプレッシャーというか、この戦いづらさですね。いや、福田さん、はい、この試合はかなりちょっと見るのが難しい試合というか、なんか頭を使ってるように見えます。お、そうですか、はい、松本選手がすごい山際選手もなんかお互いも見てみたいな、なんか頭良さそうだなと思いますね。ここはスリップです。非常に高い戦略の攻防というのがこの両者、ここをどう制していくか。その通りですね、今福田さんが言った通り頭使ってますよね。その距離感をどういう風に、掴むかっていうのはすごく頭使ってますね。ハイキックを使ってきました山際です。フィニッシュに持ってくるような技でもあるあのハイキック、ここで見せました山際。前回の大泉との試合ではローキック、ミドルキックと散らして最後はあのハイキックに仕留めました。ローに散らす松本、プレッシャーかける。ここで第1ラウンド終了です。K-1 クラッシュファイト105第4試合です。解説に近藤海星選手をお招きしています。まずは第1ラウンドの印象を聞きましょうか。海星選手、そうですね、さっき福田さんも言ってたのと同じになるんですけど、お互いその距離感を探ってるというか、自分の距離感にしようとしてる、そのなんていうんですか、こう、まあ、ちっちゃい技なんですけど、技術の出し合いをしているなという感じです、さあ、その第2ラウンドが始まります。石川さん、それをお互いに許していないという状況ですね。はい、そうですね。山際選手はどんどん蹴りたい、はい、だけどこの松本選手は相手の火を消す
削り方ですね。上からこう構えのああいうのですね、接近戦だったりジャブだったりでコツ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 相手の火を消していくんですよね。あ、今も膝を打とうとするところ距離詰めて今度は自分のパンチの距離に、うん、大きい選手と試合をすると本当にやりづらいですね。なるほど、体は松本の方が少し大きいサイズです。179cm 松本、174cm 山際。ああいうね、あの押し相撲みたいな展開になっても上からグーッと押してくる松本選手を押し返すのって難しいんですよね、近い距離、これは蹴れない、この距離ですね、パンチで入ってくる山際、蹴りだけではなく今回はパンチでも倒せるよう磨いてきたという話のある山際ですが、まあ、やはり軸となるのはその蹴り、パンチ入ってハイキック、スウェーバックでかわす松本、見えています。ここも右のストレートがゴツッと捉える、いや本当にこれ地味だけどすごくやりづらい、やりづらいだけじゃなくて強さもありますね松本選手は。ここはノーダウンです。本当山際選手はね、キャリアと結果にも実績にも裏付けされているこのね蹴りの強さっていうものが完全な武器なんですけど、はい、それを消してますからね松本選手は。いや福田さん、これ山際の方が、はい、プロの試合の経験は、はい、まあ、4倍以上あるわけですよね。いやなんか本当に経験ももちろんなんですけど、なんかやっぱ対戦相手に全然雰囲気というか空気感も変わるんだなと、うん、合わせる、自分のあれに何ですかね、なかなか持っていけてないですよね、はい、ここはちょっと、バッティングですかね、どうでしょうか、これ出血が、いいターン、バッティングです、ちょっと出血量が多い、これ痛いですか？試合中は痛くないんだけど、この痛がってるってことは結構深くいってる可能性はありますね。あ、かなり傷は大きいですね、うん、僕もな試合中よく現役試合切れること多かったんですけど、痛くなければ平気なんですよ。でもこれだけ松本選手が痛い顔してるってことは結構ねアドレナリンが通用しないぐらい切れちゃってるって可能性はありますね。あ、この飛びついていった時に、頭ってことですか、ね、はい、頭と頭がぶつかってしまうバッティングです。松本はちょっと、ちょっと血はかなり出ています。まあ、海星選手ここまでかなりいい試合展開だっただけにお互い、はい、ちょっと続きを見たいという思いもありますよね。どんな展開になっていくのかすごい楽しみだったんですけど、うん、傷がちょっと大丈夫、まあ、何より安全第一というところはあります。うーん、ちょっと深いかもしれないですね、場所としては、まあ、顔の、ね、どこでも危ないところではあるんですけど、場所としては大丈夫ではある部分ではあるんだけど、ちょっと深いとちょっとね血が止まらないんじゃ、うん、試合再開となります。さあ試合再開、山際には注意が与えられています。ここはある程度短期決戦というところを目指す形になるか、長い戦いを挑むというのはややリスクがある松本です。さあ右の切りを放つ山際、松本前に出る、フェイントを入れながら蹴りです。右のストレートもゴツッと寸前でかわした山際、あ、サウスポーのようにスイッチしながらの膝です。松本、山際も勢い増してくる、右のミドル脇腹捉えたか、うん、このブレイクの後山際選手がいい距離で蹴りを思い切って蹴るようになりましたね、そのブレイクになっている間に少し頭を冷やす時間があったか山際、うん、逆に言うと松本選手がブレイクの後ちょっと、うん、動きが遅くなったというかですね、うんうん、まあ、やはりこの出血バッティングというところもある動揺があるか、松本今右のパンチ当たった、近い距離、距離を取る、第2ラウンド終了です。
これから第3ラウンドがスタートします。山際和樹対松本篤人。第2ラウンドに偶発へのバッティングがありまして、今松本の左の眉はカットしてやや深い傷となっています。まあ、第2ラウンドは戦い抜きましたが、この第3ラウンド長い勝負というところは避けたいところか。松本篤人、松本選手ここで動揺してほしくないですね。あのバッティングの前まではすごいいい展開を作れてます。さあ今一度自分の試合に組み合わすことができるか。松本、山際は蹴りを使ってくる得意の蹴り、それをカットしながら、あ、連打連打、これは山際のペース、これが山際選手の、ね、いい蹴りの、この試合のペースなので、これが走ってるってことは山際選手がいいポジションにいるってことですね。海星選手、山際の蹴りについてはどんな印象ですか。もともと蹴りが強い選手っていうのは知ってたので、やっぱり強いですね。多分受けてて痛いと思います。蹴られる腕も痛い。そうですね。さあこのパンチゴツゴツっていうのは松本の得意の距離。あ、左のフックで入ってきます。山際です。左右のフックで入ってくる。また少し傷から血が垂れてきました松本。蹴りスウェーバック、あーっとこの蹴りからパンチのコンビネーション、これも出てくる。ただ松本下がりません。さあこの戦略と戦略がぶつかり合う中、そうですね、これ松本選手はちょっとこの山際選手がスピードアップしたように、松本選手もちょっとリズム変えないと印象は悪くなってしまいますね。ちょっとスピードで山際がリードしているというような感じですか。そうですね、ちょっとそういう意味で変化がなく、今単調にリズムで言うと単調になっちゃってる点風に見えるので、松本選手が、まあ、これまではそのリズムに引きずり込んできたという松本でしたが、そうですね、山際選手がそこを見切ったというかですね、このリズムをどういう風にやれば回避できるかっていうのは、足を使うようになりましたね。フットワークを使うようになったことで、自分が蹴れる場所どういう風に動けばいいかっていうのをちょっとずつ攻略しつつあるんですね。松本選手はね、このガードを固めながら一歩足を踏み出せば山際選手のことを消せる距離になっちゃうので、そこをね、回避することが山際選手上手に、当然前蹴りとかミドルで。福田さん、やはりそう何かしら攻略法ってのはあるものなんですね。なんかだんだんやっぱ3ラウンド、これ3ラウンドですよね。そうです、最終ラウンドです。なんか勢いがどんどんまたやっぱ3ラウンドになるとスピードがすごいですね。もう両者この勝利への執念というところ、これが感じられます。一度時間が止められます。僕は組みつきに対する、例えばアゴホラー山田選手カルパスナル組みつきに対し警告が与えられました。警告が与えられています。もう一度取られるとイエローカードということになります。限定1になる。さあ松本右、あー、これダウンではない、ダウンではない。ただいい右が当たっていた。さあこのラウンド終了間際での印象はどうか。松本行けか、それとも山際も返すか。至近距離、ここで第3ラウンド終了、判定に入ります。いや、本当にね、松本選手は地味なんですよ。地味なんですけど本当に相手にとってやりづらいです。膝が本当に後半ね、最終ラウンドの後半山際選手口開いちゃってたと思うんですけど、はい、あと組みついちゃってレフェリーから注意されたのもあるんですけど、あれは松本選手の膝が嫌だったから、嫌だからレフェリー組みついて逃げちゃうとかですねっていう展開になってるんですよ。あれを組みつかないともっと松本の膝が当たってきていた。そうですね、はい、海星選手、こういう松本みたいな選手はどういう印象ですか。はい、試合見てみて。あんまりそんな激しくないけど一番やりたくないタイプです。やりたくないタイプ。ジャッジするは30対30ドロー。一人目ドローです。29対29ドロー。二人目もドロー。延長戦に入ります。3人ともドローの判定となりました。
いやどうなるかジャッジ楽しみだったんで、そういう風になりましたね、3人ともドローだったんですね、ここでどう勝負を分けるポイントが出てくるか、はい、山際選手の、ね、ミドルキックがすごく走ってきたんで、あこれはポイント取られたかな、松本選手取られたかなと思ったんですけど、やっぱこののしのし前に来てこのね地味に削る膝、接近戦で削る膝、それで、ね、口が開いちゃって山際選手が嫌な顔をしたというか、ね、それがジャッジにも松本選手のポイントになったんですね。いや福田さん、KO2 連発から今度はこの延長戦と、たまらないですね。いやでもなんか本当にこのあと1回決まるので楽しみです。どっちがどう出てくるのか、戦略と戦略がぶつかり合う。まさにその通りですね。山際選手はどんどん蹴りたい、松本選手はこのラウンドはマスト、最終ラウンドはマストなので、どっちかにつけなきゃいけないので印象を取りたいですね。さあエクストラの戦略は残されているか。まず近い距離、膝を使う松本篤人、右のミドル腕で受けました松本です。ここはローブローです。海星選手は延長戦の経験ってありましたっけ。延長ないですね。まだないですか、はい、こう長い試合となってくるとまた考えるの大変そうですよね。そうですね、体力的にも多分きついと思います。ここは蹴りが届かない距離にいる、前に入ってくる、パンチから膝を上げながら、山際は下がりながら、山際選手ね、蹴る距離に来たいんだけど、松本選手は一歩でですね、ジャブをつきながら片足がこれですね、これで一歩で急に自分の距離に入ってくるんで、はい、蹴れない距離に入ってくるんで、やはり山際がこう下がりながら蹴るっていうのは難しいですか、石川さん。そうですね、下がりながら蹴ると逆にこの松本選手の前に出てくる圧力に押されてしまうので、今も下がりながらですが蹴りに力はない。この松本選手のコツコツ出てるジャブと右のストレートなんですけど、意外とコツコツに見えるけどゴツゴツかもしれないですね、回ってる選手にとっては。思った以上に重い、はい、足が揃っているところにパンチもらったら倒れちゃうぐらい威力あると思うんですね。左のストレートゴツンと松本、あっとここはちょっとバックか、いやしかし立ち続けます。あここの進行を食い止める左のジャブストレート、海星選手から一番やりたくない相手だという話ありましたけど、ちょっとこれ山際も本当にやりづらそうですね。疲れてくると思うんで、この戦い方をされると、ああ飛び込む、このロープを背負いながら、コーナーを背負いながら、松本がプレスをかける、押し潰すように、山際選手が蹴ろうとしたら松本選手が綺麗にガードする感じが、ねえ、もう、そうですね、何回も何回もある。で福田さん、今場内は松本コールが起こってます。なんかこのままこのあと45秒ぐらい、この残り40秒ラウンドマスト判定、どちらかに必ず1票入ります。取り切るのはどちらか、左フック、いや松本打たれ強い、揺れている、あと30秒、松本白木か、山際倒しきるか、まだこの30秒で動きますね、試合、右が当たる、松本プレスをかける、立ち続ける、右のストレート、揺れている松本、距離を詰めて、なんとか立ち続ける、残り10秒、意識は朦朧としている松本、山際倒せるか、エクストララウンド死闘になった。ここでエクストララウンド終了。これは全然わかんないです。これはジャッジどう取るか、山際選手のパンチがね、今いいのとして動き止まったので、でも全体的に押してたのは松本選手ですからね。海星選手パンチ効いてましたよね。だいぶ多分効いてたと思います。必ずどちらかに1票が入る、まあ、一瞬白目を向くようなぐらい松本の表情も変わっていました、あのパンチ。さあどうなる、いやしかし松本は
勝利を確信したと働き方改革を指差しました。ジャッジするは10対9、赤山際、山際に入る、ジャッジ山際10対9、青松本、割れました、ジャッジ大原10対9、青松本、勝ったのは松本、未だ無敗、キャリア 4.5 倍の山際和樹、わーすごいな、延長戦の末下しました。ちょっとあの松本選手、今回の試合前、その試合前にお話をしたときに、ちょっとどのぐらい練習ができたかちょっと僕はあえて言えないんですけど、はい、そのぐらいの練習量しかできなかったぐらいちょっと忙しかったんですよ、だけどその中でね、この自分を作り上げて延長戦まで接戦をものにしたっていうのはすごいな。しかもバッティングをもらって、その眉毛には、はい、眉尻には大きな傷を作りながら、しかし最後強烈なパンチをもらっても立ち続けました。なんとなんとこれで3連勝、クラッシュ6戦無敗、恐ろしい。どこまでこの松本の、山際選手のミドルキックが通用しなかったですからね、それをも防ぎました。勝った松本篤人。